はじめまして、企業プロデューサーで中小企業診断士の五十嵐和也です。この動画をご覧になっている方はもしかすると企業に向けて何か不安な点をお持ちなのかもしれません。ご存知でしょうか。起業家が3年後にどのくらい生き残っているか、実はこういう統計がありまして、3年後にはなんと3割しか生き残っていない、そういう統計があるんです。僕は今年間100名ぐらいの起業家の方をサポートさせていただいていますが、その中でこれまで3年後の生存率は 90% を超えるというようなサポートをさせていただくことができました。これはなぜかというと、起業がうまくいかない理由、これは大きく2つあるんです。1つはお金の問題、もう1つは心の問題。このお金と心、この2つの問題に対応する、そのためにですね、起業するまでの準備というものをしっかりと行っていくということを僕は普段やらせていただいています。起業に成功するためには正しい事前準備がとても大事です。その準備を全部で7個のステップに整理をさせていただいています。その7個のステップをしっかりとやっていただくことによって起業がうまくいくと、そういうようなことをさせていただいています。なぜ僕は今こういうことをさせていただいているかと言いますと、もともと僕自身もですね、サラリーマンをずっとやっていた後に勢いで起業しました。ほとんど何も準備をしないで起業した結果として全くうまくいかない、そういう経験をしたんです。e ラーニング事業と言われている、ネットのビジネスですとか太陽光のビジネス、あとは音楽会のイベントのビジネス、こういうものを立ち上げましたが、全て失敗して結果として借金を重ねてしまいました。当時800万円の借金がありましたが、とてもとても辛かった。ところがその後、お金をかけないでもビジネスを立ち上げるということがだんだん分かってきたんです。そのため、お金をいかに使わずにスモールスタート、お金を抑えてリスクを抑えて起業をさせていく、そういうようなやり方っていうものを僕の中で整理をしたんです。その結果、僕自身も無事に復活することができました。今ではその自分自身が経験をしてきたノウハウと、中小企業診断士ですとか、そういった理論的な背景、バックグラウンドの両方のノウハウを武器にして、年間100名以上の起業家の方をサポートさせていただいています。僕は起業家の方が本当にご自身が生き生きと活動されて、そしてご自身が安心して起業活動に専念できる、そういう方をもっともっと増やしたい、そういう思いで今僕の持っているノウハウというものをたくさんの方にお伝えしたい、そういう思いで今回セミナーを開催させていただきます。もしよければですね、ぜひ僕に会いに来ていただいて、そしていろいろ一緒に学んでいけると嬉しいなというふうに思っています。あなたにお会いできることをとても楽しみにしています。